はい、皆さんこんにちは、ニヤニーでございます。今日はですね、今週の日曜日放送予定の第38章、政権を束ねる銀河の剣について予想、展開予想等をしていこうかなと思っております。で、ちょっとね、ホームページ等々ちょっとね、確認していこうかなと思うんですけど、まずテレビ朝日の方の仮面ライダーセーバーのページをちょっとね、覗いていこうかなと思います。こちらですね、ちょっと読んでいきますね。世界の破滅でマスターロゴスが再び行動を開始。今度は世界各国の町が消滅し始めた。マスターロゴスの元へ急行した凛太郎、尾上、大神寺、ユーリは変身、仮面ライダーソロモンと激突。戦いを凛太郎らに任せたトーマはケントの元へ。俺たちを信じてくれと必死にケントを説得するのだが、なるほどね、ケント君はここでもまだ、いや、なんでこんなに頑固なんやろ、こいつって言いかけた今。ちょっとね、ケント君なんでこんな頑固なんやろな。苦戦するブレイズラーだったが、ケンザン、さらにデュランデル、サーベラが合流。しかしそんな剣士たちの前にバハトが立ちはだかった。ようやく合流したトーマは今度はバハトに説得を試みるがっていう感じで、おそらくここがね、まあ、またね、バハトとトーマが剣を交えるんですね。いや、だからここで気になるのが、その次回予告に出ていた、最後みんな夜のシーンで聖剣をみんなが持っているシーンなんですけど、トーマがなんで無名剣虚無を持っていたのか。そしておもちゃ情報とか見てても、このクロスセイバーはなぜ無名剣虚無が全く絡んでいないのかっていうところがすごいポイントになってくるんちゃうかなと思います。すごい不思議ですよね。で、ちょっと次は仮面ライダーウェブの方を見ていきましょう。こちらですね。トーマはケントを救ったが、その代償はあまりにも大きかった。世界各地の上空に浮かぶ本は健在、そして世界各地で崩壊が進む。この様子を様々な場所、様々な立場で見つめる剣士たち。ノーザンベースの剣士たちはトーマの思いを察し、トーマにケントの元へ行けと促す。そして自分たちは決死の覚悟でマスターロゴスに立ち向かう。リンタロたちがマスターロゴスと戦う中、トーマはケントに会い雷鳴剣を託す。しかしその剣を受け取らないケント、そしてバハトがトーマの前に再び立ちはだかる。そんな中、世界の崩壊は最終局面を迎えるということで、仮面ライダーウェブがあってね、いろんな画像が出てくるので、ちょっとこれをね、流しながら喋りましょうか。これバハトがね、結局出てきて、これはね、バハトは多分ね、この雷鳴剣をトーマに託すと思うんですよね。この次回予告では、お前ごときの思いに覆されてたまるかっていうセリフがね、バハトのあるんですけど、これはまあかなり印象的なセリフだとは思うんですけど、お前ごときの思いに覆される。バハトが思い描いているのって、まあ世界の破壊、破滅じゃないですか。それはまあまあ、これはバハト自身も正義の心を持って、まあ争い事があるならそもそもそれをないように抹殺、破滅してしまおう、なくしてしまおうと思ってるんで、そこを例えばトーマは違う形で救おうとする。まあそれが今、トーマがまさに行動を起こしていることですよね。だからそれを、お前ごときの思い、覆、それをトーマがね、実現してしまうと、バハトはまあ封印されてましたけれども、1000年以上ね、その思いを抱えて生きてきた。まあ、あれは亡くなったの奥さん、もしくは子供、それか両方を仲間にこう殺されてしまった。っていう過去があって、まあ、有利にね、封印されてしまう。それも言うたら、バハトからすると、親友に裏切られた。親友に封印されて裏切られた。っていう思いにもなってると思うし。なのでまあ、これは1000年間、思い続けてきたこのバハト自身の思いがトーマのポットでのね、剣士のトーマに覆されると、覆されてたまるかってことは、おそらく覆るんでしょう、その思いが。なので今回の話で、あ、お前の言ってたことは間違いじゃなかったな、そういう選択肢もあったんだなっていうことで、もう俺のその世界の破滅っていうのは
する必要がなくなると。別にそんなやらなくても済んだわ、お前のおかげでってことで、もう例えばそれそうなると無名権虚無ってバハトからすると必要ないものに変わるじゃないですか。なのでそこでじゃあもうこの剣はお前に託すという形でトーマにその剣を譲るんじゃないかなと思いました。まああとは何と言っても気になるのがこのシーンですよね。お父さんケントパパハヤトとケントが喋っているシーンなんですけど、まあこれがきっかけでケントはカリバーに変身するのをやめてエスパーダとしてみんなと一緒に戦うっていう決意をするんですけど、ここでお父さんの口から何て言われるのか、それとプラスでこのハヤトは実体があるのかないのかで言ったら、僕はねないと思って、あるんかな、どうやろ、ここはちょっとまだ僕の中でまとまってはないんですけど、ケントが一旦退場した14章15章ぐらいかな、で上条さんがお前もお父さんのところに送ってやるみたいなシーンがあったと思うんですけど、そのシーンを思い返すとケントもまあ同じように暗黒剣で切られて、そのお父さんケントパパがいたところに送られたけど、こんな感じでしっかり帰ってきている。まあまあ、ハヤトは暗黒剣で切られたわけじゃないし、火炎剣劣化でおそらく切られて死んでしまったような形にはなっていたけど、だからといって、まあでも切られた描写って映ってないんか。切ってすぐに、上条さんが暗黒剣暗闇を握って、最悪な未来を見てしまったっていうシーンはあったけど、だからもしかしたら最後上条さんは暗黒剣暗闇でハヤトを切ったっていう可能性もここで出てくるので、それであればケントと同じように暗黒剣暗闇の闇の中に封印していた、封印というか保存、一時保存してたみたいな展開があれば、このハヤトもね実は生きてましたっていう風に説明がつくんですけれども、まあこれもねちょっとテレビくんやったっけな、テレビマガジンどっちか忘れたけど、これちょっとネタバレになると思うんで、こっからちょっと数秒聞きたくない方は飛ばしてください。その後のシーンで、おそらくその後のシーンなんですけど、ケントが二刀流に変わってるんですよね。暗黒剣暗闇と雷鳴剣イカズチを二本持っているシーンがあったんですけど、そう見るとこの役目を果たしたハヤトは役目が終われば消えているっていう風な説明もつくと思うので、そうなればやっぱりハヤトは実体がないんちゃうかなと思います。なので役目を果たして消えていくっていう感じがちょっとね想像できます。なのでこの38章ではハヤトは実体はないが魂はある、でバハトもトーマの思いに覆されてたまるかって言ってるけど、まあ実際覆されてしまって、まあいい方向にね、あ、そういう方法があったんだね。千年間で確かに人間は変わったんだなっていうのをちょっと実感して、まあ世界の破滅っていうのは俺からすると必要ないから、もうこの剣は俺には必要ないということで、無名剣虚無をトーマに託して消えていくんじゃないかなと、思いました。いやー、こっからねどんどん話が盛り上がっていって、どんな最終回を迎えるのか、もうほんまに言ってる間ですもんね。38章40、8月末までで行けば48か49章ぐらいまで行くんかな。なのであと10、あと10話か、そうなれば10話前後ぐらい、10話11話ぐらいになってくると思うので、いやーちょっとね悲しくはなるかな、寂しい気持ちはあるんですが、またね次の仮面ライダー、ああ言ったらあかんか、仮面ライダー次回の次期仮面ライダーも楽しみにしつつ、残りの仮面ライダーセイバーも楽しんできたらなと思っております。ということで本日はこちらで以上でございます。明日作ってみた動画上がるんですけれども、それプラスもしかしたらクロスセイバーのレビューも動画として上げるかもしれませんので、明日はもしかしたら動画2本上がるかもしれません。ということでまた明日
お会いしましょう。良い週末をお過ごしください。バイバイ。本日の動画はいかがだったでしょうか。面白かったよって方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてですね、私ニヤニヤスタジオという新しいチャンネルもスタートさせております。アート系を中心に作っていく動画をやっていきたいなと思っておりますので、そちらの方もぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では。